もしもし、もしもし。はい、こんばんは、なっちゃんだ。今日は珍しく、この私がやる気になったので、ヘアアレンジを、セルフヘアアレンジをやっていこうと思う。できるの？できないよ。はい、というわけで、早速ですが、なんかね、最近よく見るんですよ、街で。簡単だからね。うん、すごく簡単な編み込みのヘアアレンジです。うん。はい、では、早速ですが。よいしょ。あ、最初に、どこの髪を。かわいい。わかる。いらないです。おぉ。あ、でもこれ鏡見ないとまずいかな、私。もしかして。うん。鏡見なくてもできる。手探り系できますか？はい。はい、まずは横の髪の毛を適量振りました。そしたら、真ん中シーブンだけ立ってね。自分の端分だけ立ってね。はあ、はい、こんな感じで、はい、そしたら後ろに髪の毛をやっちゃいます。よいしょ。耳につけた。はい、では早速ですがやっていきます。髪の毛の中心、もう頭頂部の一番上の毛を細く取ります。はい、これ、これが編み込みの一束になります。そう、はい、でもう一束を横から耳の上から、耳の上の毛ですね、持ってきて、うん、クロスすると。はい、そうです。右の毛を真ん中の毛の下に入れる感じですね。はい、持ってきました。次、3束目もやっぱりこっちから、左の耳の上の毛を、はい、取ってきて、真ん中の毛束のさらに下に入れると。はい、つまり右側の毛の下に入れる感じですよね。そうですね。なるほどね。右側っていうか真ん中。うん、はい。でこの要領で、あとはみんなに見せてください。今こんな感じ。今一番右の毛束が左に行って、左の毛束が真ん中に行って、真ん中の毛束が右側にって感じですね。はい、ではここからは編み込みと同じなんですが、じゃあこの右の毛と次にまた地肌の毛を取って混ぜます。それを一緒にした感じですね。はい、混ぜました。混ぜたらまた真ん中の下に持ってきます。下から、まあ、2つの桁は真ん中に持ってくる感じですよね。はい、真ん中に持ってきました。そしたら今度はまたこっちの毛と耳の上の毛を混ぜて、真ん中の下に入れます。地肌の毛を混ぜるのがポイントですよね。はい、そうですね、編み込みと同じです。はい、そしたらまた今度こっちの毛を持ってきて、もうちょっと前に言ってください。はい、みんなわかんない。最初に言って、はい、この毛と右の毛を混ぜて、混ぜて、そして真ん中の下に移動させると。もう一つの毛との間に入れる感じですね。はい、そしたらまた同じでこっちの毛とこの毛を混ぜると。混ぜると。あー、よくわかんなくなっちゃった、ね。はい、混ぜたらその毛束を、その毛束を真ん中の下に、うん、まあ、3本あるうちの2本の間に入れるって感じですよね。はい、はい、またこっちの毛と、はい、右の襟足の毛と地肌の毛をまた混ぜます。毛が、毛が、毛が、はい、そしたら2本の間に入れます。ちょっとこの辺分かりづらいかもしれないんですけど、普通の編み込みを、やってる感じですよね。はい、編み込みです。まさにやってることは編み込みです。はい、左の毛束を
地肌の毛を混ぜて、真ん中、そして最後残った毛まだあるので、はい、右足の毛、左足の毛も忘れずに、右側の毛束と混ぜて真ん中に入れます。はい。そしたらまた最後、はい、左の毛に最後の残り毛を入れて、真ん中に移動。真ん中に移動。ちなみに腕はどうですか？すっごく疲れます。ほう。はい、どうですか？できてます？そうですね、うん。で、それでもうここ結べるでいい？いや、右か左にずらしてください。右か左かどっちにずらして。真ん中だと、どうしてもちょっと変だから、左右どっちかにずらして、まあ、左の肩にこう、ずらしたらいいといいですね。これ三つ編みしちゃっていいですか？ちょっと見せて、はい、三つ編みにして、まあ、何編みかしたら例のあれを使ってください。あ、はい、編み出したのでこれ以前買った輪ゴムでもいいですよね。はい、輪ゴムでいいんですけど、このおしゃれ輪ゴムを使って、キツキツにしなくてもいいんで、取れない程度結んであげましょう。で、結んだら根元の方にゲット。上に寄せ、一番上の方に、で、このパカッて開くので、パカッて閉じるとおしゃれっていう、結び目が隠される感じですね。そうそうそう、黒いゴムの部分がなくなるのでいい感じ。ちょっとここ浮き出ちゃった。そう、そこはまあ、ちょっと引き出して違和感をなくしていく感じですか？そうですね、バランスをね、下から上に毛を引き出すと自由自在にね、ボリュームを出せるので、で、僕のチャンネルじゃないので、ちょっといろいろ喋りすぎちゃいましたね。はい、私のチャンネルです。この辺ももうちょっと横に両サイドに引き出す感じでもいいんじゃないですか？この網目の毛も両サイドにピピッと広げてあげるといいかもしれないですね。あまり固く結びすぎる感じだと今時ではないので、ちょっとルーズ感を出してあげるといいかもしれないです。はい、どうでしょう。うん、まあ、あまり引き出しすぎると戻せないので、できるの、はい、やりましょう。できた。はい、完璧ですね。本当。はい、やりを抜いてください。はい、まあ、この毛先ちょっと巻いてあげたりすると、いいかもしれないですね。はい、正面向いてください。これでキムが図書館にいる女子よ。いいですね。うん、なんかね、自分でやるとまた新鮮だな。あんまり私本当に不器用だからヘアアレンジとかすごく苦手なんですけど、そんな私でもできる。そうだね、うん、まあちょっと長さが必要になってくるから、短い人とか、うん、まあ、鎖骨ぐらいの長さだとちょっと短くてやりづらいかなっていうのがありますね。ロングであればロングであるほどやりやすいので、うん、ぜひやってみてね。ぜひやってみてください。おしゃれ、うん、うん、まあ、この今アクセついてるけど輪ゴムとかでも全然ありだと思うので、やってみてね。やってみてください。こんな私でもできました。いい感じに。はい、というわけで、なっちゃんの気まぐれヘアアレンジチャンネルでした。おやすみ。Yes.